高橋国彦は日本の政治家、元東京都小前市長、長期にわたり職員に対しセクハラを行い、その責任を取り辞職した。大分県別府市出身。1975年3月に横浜国立大学経済学部を卒業し、4月に東京都庁へ入庁。東京都総務局総務部総務課長、東京都産業労働局観光部長、 東京都交通局総務部長、株式会社東京国際フォーラム執行役員、東京都産業労働局理事、公益財団法人東京仕事財団理事長を経て、2010年に公益財団法人東京都公園協会の理事長に就く。2012年6月24日執行の小前市長選挙に民主党、自由民主党、公明党、生活者ネットの推薦を受けて、 無所属で立候補し、16,377票を得て、初当選した。7月7日、市長に就任。2016年、共産党、社民党推薦の候補者を破り再選。2018年3月1日、高橋が市の女性職員にセクハラ行為をした疑いがあることが明らかにされた。西村厚子市議が、 市場例で情報公開請求した市の内部資料には2014年4月の乾燥迎会で口をつけたコップで何度も飲むことを強要されたとの相談が女性側から試食委員会にあったことが記されていた。さらにその後作成された資料では複数の職員から夜に誘われることが多くて困っている、宴席で肩や胸も触られて困っているといった。 相談が寄せられたとの記述があった。資料では、加害者とされる人物の役職が黒塗りされており、同日の小前市議会で、西村市議が市長ではないかと質問したところ、高橋は、答弁を控えると答弁しつつ、心当たりのあるものは一つもないと述べた。新聞の取材に対しては、一般論とした上で、自分が口をつけたコップで酒を進めることはあるが、 犠牲への関心ではなく、一回意識というか過不調的な意識でやっている。教養はしないと述べた。また、私は、九州男児であって、検判、返判は文化だと思っていると弁解したことが波紋を広げ、市役所へは、発言に対する苦情が相次いだ。読売新聞もコラムで疑問を呈した。高橋は否定したものの、問題は収まらず、同年3月12日には、 女性市議6人が真相解明と再発防止を求める声明文を高橋に手渡した。同年3月28日、記者会見を開き、改めてセクハラ行為の事実を否定した。報道陣から職員に口をつけたコップで飲むよう強要したことにつき、質問されると相手の反応に気を使っていたので、セクハラ行為には当たらないとの認識を示した。高橋は職員に、 内部文書の審議を調査する、要指示。市は4月17日、セクハラの根拠とされる内部文書について、内容に誤りはないとする調査結果を公表した。実治療小林市職員組合は、加害者は市長であるという相談が複数寄せられている、市長の一連の言動には、反省が見られないと記載した印刷物を配布した。4月22日、 お茶の水女子大学名誉教授の伊佐野民恵らが参加した市民集会において高橋の辞職を求める集会アピールが採択され4月23日には高橋の辞職や被害を受けたとされる女性職員への謝罪などを求める2906人分の署名が市役所に提出された5月14日日本共産党小前市議団は 市が加害者の役職名など一部を黒塗りにして公開したセクハラ相談記録の文書について市に加害者部分の非公開を取り消すよう求めて東京地方裁判所に提訴した。5月18日、非公開で開かれた臨時会議で水野上福市長は立場を利用して卑劣な行為を行ったと述べ高橋に進退を迫った。 石森淳一さんよも高橋が初当選後の一期目からセクハラを注意してきたと発言し辞職を求めた。5月21日の記者会見で高橋は調査対象となった被害者の職員を思い込みの激しい人と批判し何らかのタイミングで触れたことはあるかもしれないが意識して触ったことはないと述べた。5月22日午前に開かれた町議でも水野を 1>, 1月に再任する際、支えると約束したはずだとなじるなど姿勢に変わりはなかった。しかし、同日後も4人の女性職員が実名で高橋に抗議文を突きつけると態度を一転、ついに辞意を表明した。翌5月23日の記者会見では、今でもセクハラをしたという認識はないと説明した。6月4日、市議会は、 高橋の辞職を全会一致で同意した。ありがとうございます。